どうも皆さんはこんばんちは、アニジャです。おっとじゃ、おついち、デビルティーオリジナルセント、イエーイ、よし。いやアニジャが勝ったね。あれ大きく変わったかな。俺はあれなんか俺背中に背負ってるねこれ。おかしいだろうな。槍男、槍トカゲ、槍トカゲだね。槍ザード、槍ザードいいね。槍ザードです。ヤザードだ、ヤザード。大津ちゃん、お前何言おうとしたか俺には分かってるぞ。隠し通せると思うなよ。言ってやろうか。バーッピーしか残らんわ。槍ザードね。槍ザードです。槍か、もうヤドカリでいいんじゃない。ヤドカリ、ヤドカリだ。ヤドカリ、まあ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 。でまあどうすんの。さらしますと、ドリフットウッドを追うかげというので、あのまあ地下みたいなとこ行ってぐちゃぐちゃしてるところで戦って、最終的になんかやぶ落ち着いたじゃないですけど、まさかのモーダスがボイドウォークになっちゃった。骸骨のドワーフね、横にいるやつと。骸骨のドワーフでもあんな変身するんだね。俺もじゃあ慣れるってことでしょ。あれ慣れねえよお前は。なんでだよ。羊が違うんだよ、羊が。あいつの方がやはりいい生まれなの。あれ骨の出来が違うんだ、骨の出来が。でまあすげえでかい雲みたいなのになっちゃって、でそのまあ逃げてきましたと。はい、果たしてじゃあリベンジできるのかっていうところもあるんですが、はい、もうちょっとレベルが上がるのもあるので、はい、なんかいけそうなとこないですか。そうなんですよね。ちょいちょいなんかね、ま、見かけたけど、果たして闘技場あるらしいよ。闘技場だったらサクッと行って、サクッと倒して、サクッとお金と経験値稼げるんじゃない。そうね。じゃあ黒竜亭に行きましょう。はい、ちょっと行っててください。ここだよね。まあそうかな。なんでこんなところに樽が。まあ気にしないでくれ。まあ気にしない。階段の近くにいるなんとかかんとかに話しかければっていう護衛に。もうなんかこれサファーっていうの、これどうなってんのこれ。酔ってるのこれ。酔ってるんでしょ。これでもすごい、これエルフだけど色っぽいエルフいるやろ。どっかのエルフとは全然違うね。おお、言ってくれんの。ここのジョッキを掴んであなたにこうぶち当ててあげようか。酩酊状態ですね。ああ、酔っ払うと知力が低くなるんだね。まあそういうことだね。ただなぜかこう水拳みたいな感じで回避率上がるらしい。ああ水拳だね、完全に回避率上がるんだね。回避率が上がってんのか、当たっても分かってないのかっていう。後者か。階段あったか。当たってない、当たってない。階段、階段、あ、ここだ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 。いけるかな。すごい口笛流れてるけど大丈夫かな。絵は盗めねえんだ。盗もうとするな。止まれって言われた。パパスラッシュ、パパは知らないな、お前は進めないって言われた。ブレイシンってやつだっけ。そう、ブレイシンが彼女の名前を述べるように言ったと伝える。階段降りても構わないだろうか。か、彼は歯を見せて笑った。不愉快そうに。みんなアイテムだけ開けといてね。はい、ブレイシンが私たちは友達だと言ったからといって俺たちは違う。お前が持っているのが彼女の名前だけならついでだから、外でその小さな翼先が踊ってくるなら、ここは終わりだって言われた。説得が足りませんか。いや特にその説得とかじゃないんですよね。攻撃だ、多少痛めつければ彼の体も変わる。やばいじゃん。もうちょっと痛み見てもらおうか。じゃあ扉だけ閉めて。 あ態度が何。扉閉めようとしたら横の大きな袋を探ってしまった。おっと、扉閉めやる。さあちょっとお話しようよ。いいもん持ってんね。マジで。こいついいもん持ってますわ。全部全部。いいですか。スキル取引。あ、こいつあれだわ。盗賊系のスキル持ってるのと、うん、頭に何かついてる。どうします。これはちょっとやっちまうとやっちまうことになるね。やっちまうとやっちまうことになるから、まあいただけるもんだけいただいてな感じが気がしますけど。まあそうね。いやまあなんつうの、その頭いいの持ってんねこれ。これ逃避になっちゃうから。お金に買ってからですよ。盗品になっちゃうから、買わないと、はい、じゃあ一回買いまして、どうぞ。あのお金渡します。ラハトムボラっていう鎧がある、はい、お金送った。窃盗が一上がるよ、時効に。あ、じゃあそれ買って俺装備してから。あ、そう、鎧時効系だけど大丈夫。あ、俺は時効も何でも装備できます。ラハトムボラ。あ、エルフのメナウリオン。あー、兄者、まず開けて、オープン、オープンして兄者を。
すごいなこれ、何がもういっぱいついてんじゃん。技巧、水、遠距離、隠密、瀬戸、移動、体力、反射、水ダメージって意味わかんないよもう。すごいついてる。どちら、あとはまあ頭ぐらいか。うん、やりも大したことはないから。まあまあまあ、あの顔だけ買って9400までお金はいただけるんで。ああ、なるほど。今もっとそうか、あ、そうだね、9400までちょっと。発電禁止令とか売ってるからこの辺も買うか。どうぞ、買えるものは買ってください。9400ぐらいまで買ってください。相手のお金がね、堕落の刃、金が足りない。あ、もう俺900円しか持ってないもん。おついちさんの140も渡して、アドレナリン誰か持ってない人いる？持ってない俺。買った、はい、使えるから。まあそんなもんかい。あとは罠怪獣キットとか買います。あ、高いな。で、お金じゃない、あとは。いいですか。うん、殺しちゃうとな。7630、まだまだ取れます。殺したくはないね。全財産出しましたもう。1万、俺ついに窃盗8になったから1万4800までお金取れるんだけど。全部取れ。もうスキルキル全部取ればいいんじゃないかな。いただき、はい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 、はい、ほか本当に取るもんがなくなってきましたね。はい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 、あと罠解除キットが欲しかったんだよ。そうね、もうがっつり持ってて、もうね、今その人見たら大変なことになってんじゃないこれ。もうすごい勢いでアイテム減ってってるからね。うん、もうただいらないものみたいなだけしか。まあ、盗品も売れますから、もう全部持ってって。ええ、全部持ってってもらいましょう。そうですね。パパスラッシュもまさかこの目の前でこんなに盗みが行われてるとは思わないだろうね。お疲れ様でした。はい。で、話をまたして。はい。すごいなぁ、1万4800盗めるのはすごいな。何か、私のものが盗まれた。これを外、おついさんの懐に入れてあげば。まあ、そうすると、まあ戦闘になります。戦闘になるね。はい、ありがとうございます。8426でございます。お、捜索許可するわ。あれ、これはなんだ、探していたものではないが、何か企んでるんじゃないか。なんで、なんだ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 。なんか、もともとなんか盗品みたいのある。なんかあったっけ俺と。あなたなんかすごいヘルメットが。とりあえずなんかあったっけ。なんかあった。盗品はなさそうだけどね。もともとの盗品、探していたものではないが何か企んでるんじゃないかって言われてんだけど。まあでも一応あのそんなことをするのは想像もできない。あるね、バターの日記は盗品だから。じゃああれだったら俺の方に送っとけば。おお、これまだ間に合うんですかね。あと、いや間に合わないと思います。鍋もなんかにじゃ盗んでるね。技巧でなんとかする。技巧で。ああ、技巧でなんとかする。説得失敗。失敗。戦闘開始。戦闘開始だねこれ。あ、まあ全部もう持ったもんね。ああ、もうまあまあいただけるものはいただいた、はい、とりあえずアニジャの盗品は全部俺が回収してる。おずさん、後ろの扉だけ閉めといてもらっていいですか。ああ、もう戦闘範囲が広がる可能性が。確かに。そうですね、はい、扉だけ。ああ、はい、ここにも盗品が。はい、アニジャには盗品は持たせないよもう。そうね。うわ、まさかこのパパと戦うことに。ああ、ローラ教バカじゃないの本当に。何、どうした、扉開けた。ローラ教が扉開けた。オーマイゴー。まだでも大丈夫、まだ大丈夫。どうすんの、やっちゃっていいんだよね。もうやるしかない。これ入った方がいい。なんか近づくと石使って飛んでくればいいんじゃないかな。あ、そうだな、うん、もしくはこっそり来て扉だけ閉めて。そうね、扉閉めてくれるとこっそり来れないよね。あー、怖いな。すごい陽気な曲とともにバトル君。ほんとだ、確かに。いや、多分もうそっち飛ぶわ。ほいちょ。すごいことになってんじゃん。もうびっくりした、スローになったから何事かと思った。ちょっと痛めつけてやろうか。パパスラッシュ硬っ。クモモ足。あは、クモモ。スパイダーマン。スパイダーウェーブ。スパイダーウェーブ。スパイダーウェーブ入った。
エイスト。そうですね、移動は飛んでください。わかりました。まあ多分狙われないと思うんで大丈夫ですわ。じゃあ、あんまりでもね、離れたところになんか出したら戦闘になりそうだから。そうね。近場で。ぎゅうぎゅうだな。ぎゅうぎゅうだな。なんだこれ。もう家の片隅大変な音になってるじゃないかこれ。パパスラッシュを攻撃。パパスラッシュの HP が。パパスラッシュを攻撃。アーマー。撃つ。アーマー流れました。いましたね。渾身171。あ、でもちゃんとおつゆさんに攻撃してくれたね。すごいね、挑発だね。挑発入ってるからね。私の86反射はいいな。何もしないで86でしょ。何もしなくて86です、うん、そうです。攻撃力換算できますからね。遠距離でも関係ないのがいいよ。ビリビリ、もう魔法だろうが何だろうが反射しますから。強いな。ビリビリになったらやっぱそこを剥げたんじゃないの。ちょっとクモの巣わからない、見えない。見えないね。あーいやー、剥げてるかも。てか水浸しになってる。なんか鶏でも何でも。いやもう萎縮させるじゃん。ん、雲の糸になったね。なった。いや、後ろの袋がなったのかもしれない。届かない。はい、そう、私のスパイダーウェブによって皆さん動けなくなったということでよろしいですかこれ。そうですね。じゃあちょっと終わらせますわ。うんど。クリティカルヒット158。ふん、64。はい、通ったよ。終わり。さよなら、パパスラッシュ。パパスラッシュ。ありがとう、全部回収しとく。オッケー。さあ、降りるぞ。ちょっと待て。闘技場の門番まで。あー、クロス、この逃走レベルである。やばい、違う。でも違うだ。雲の糸、雲の糸、雲の糸。燃やしてくれ。一回閉めまして、はい、よし。君たちは何も見ていない。行くぞ。お、新しい場所に。これであと15,000。15,000か。毒がある。ほんとだ、割と危ねえとこだな。ホコリタケ、ホコリタケ、メズタール。音じゃ消えたけど大丈夫。おぉ、スパッツの時間だ。何かを…あー、燃やした方がいいんじゃない、自分で浄化してやると。思ったけど掘らないのかい。それでいいんじゃない。うれやっ。よし、掘ってください。ホリ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 。なんだこれ。ポーチ。おお、300円入った。毒と300円。毒と300円。あ、すごいじゃん。いや、もう完全になんか秘密クラブみたいな感じですよこれ。やべえぞ。 FP の百貨店。百貨店だ。百貨店。 FP 元じゃんの同類じゃんこれ。盗品市だって。イエーイ、いっぱいあるよ盗品。盗品を盗品すればいいんじゃないか。嘘でしょ。あー、でもお金は持ってるな。さすがにここは厳しいでしょ。ここを盗むのなかなか厳しいと思うね。全員抹殺しないと多分無理だと思うね。あ、どこなの、コロシアムは。ガンハっていうのがいるよ。すごい顔してる。ガンハ。ガンハ。ガンハ。トラは空を舞い、ヒョウは横たわる。そしてあなたはあなた、おお、私はあなたを知っている。私は夜にあなたを見たことがある。目覚めし者、死せる神々に悩まされる。ただの夢。もちろんただの夢です。あー、無双化が。あ、すごいたくさん。空白のスティルブック持ってる。おとぎさんね、後ろの女性を止めることができれば。そう、それだ。これね。ガンハも3000円ぐらい持ってるわ。いいよ。ガンハ動かないよね、これ。ちょっと話しておいてほしいな。あー、ダメよ。私のことはドロちゃんと呼んだよ。ちょっと。ガンハ話してる。はい。あー。お金くれればガンハから空白のスティルバック全部買うよ。オッケー。金を兄者に送る。はい。
OK 空白のスティルブックを全て買う。なんか、ね、役に立ちそうだもん。もう買えるもん全部お金返ってくれれば一番安全。修理品あれ悪党は音じゃ。悪党俺だ。悪党召喚術の指輪があるわ。あーは1978円。どんどん買おう。でお金に変えて取ればいいだけだ。お金が欲しいんですけどお金がないんですわな。今ニジャーの方にある。はい、リザレクションの魔物とかも全部買っとけよ。レザレクション14800までは14000。もう手持ちが330しかないとしょうがないね。で盗んだものを売ってとりあえず川田に買ったよ。はいはいはい。ああ一番はい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 ゼロになった。急にゼロになったこの人。やば。高そうなもの。ああここら辺高いね。識別グラスとか、ロックピックとかその辺じゃない。あと弓矢系組み立てて売れば高いんじゃない。そうだね。もうどん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 こいつの持ち物がなくなっていく。ほい妖精の粉とかも高いね。ほいほい。あーあーオッケー。ほいあとあとはほい。妖精の粉いった。妖精の粉はね妖精の粉高いで。あーもうダメだ。はいはい一回一回ちょっと待って。はいお邪魔しましたこっちか。まさに泥棒。ふぅまったく盗品市場なんかやっちゃうか。私自身の悪夢を助長しなければとか言ってる間にこう全てを盗まれて終わって、はい、夢見てたんだよそいつ。オッケーオッケー。で兄者にまたお金渡しておこう、はい、お金はまだ渡しちゃダメなんじゃない。お金は待って返してもらおう。はいオッケー。はいはいはい捜索を許可する。感謝する。怪しいもの見つからない。無礼な取り締まりですまなかった。おおお金出せ。はい、兄者に戻した。はい特に言っていないはずっつってる。ドロちゃん大敗的なもの、ドロちゃん。はい、ダーリン、私のことはドロちゃんと呼んで。ドロちゃんもなんかベルト持ってるね。あ指輪がまあいい指輪かな。ドロちゃんどうよ。ドルチェだとお菓子だね。ドルチェドルチェドルチェそれ開けるわ。ちょっと窃盗のベルトあるね。窃盗ベルト。ほいセットベルト。やばい間違えて座るとこだった。ドルチェは窃盗ベルト持ってるよ。あもうこれ全部取っちゃっていい。悪党指輪どういうこと。買うものある。ないよそっちみち金持ってないからな。これそいつあまあだから買っておけばそれは盗品にはならないから。買ってお金だけ取れればって感じかな。買っちゃって全部買うよ。うんでもういいね、はい、もういいね。はいドルチャ4000円しか持ってないです。はい、はい、ないよそんな。なくなんのかいすっとびっくりだよ今のは。よ店員もんだ。店員もんここにもあるんだ。うんあーいいわ。私はあなたが欲しいもの持ってるわ。もう何も持ってないよお前。もう悪いけどこいつお前何も持ってないよもう。けど私はその価値に値する人たちは交渉がしたいと思ってるの。意義あることを成し遂げた人たちみたいなのね。だから私に教えて。あなたは私の贈り物にふさわしいかしら。一体何を提供しようとしてるのか不思議に思う。提供するものがないのに。そう贈り物と引き換えに何を求めているんだ。チッチ、ハンサムさん、あなたの質問に答える前に私はあなたのメリットを考えたい。私は渡すこともできない贈り物で、あなたをからかったりはしないわ。私、あなたは私に残酷だとは思わないの。もはや盗まれてる人は何言っても正直、うん、I might consider that a notable. Surely you've accomplished something of no. Very well. Then you won't. なんか全然なん、あ、私のものは盗まれたって言ってる。誰だ盗んだのは。大丈夫か。誰だまったく。いろいろ。本なんかもう40枚は盗品じゃねえんだぞ。スキルブック。ありがとう。最終的に、おいっつってほら声かけられて見張ってるぞって言われた。殴らつかめて。お前を見て。お前を見ている。アリーナマスターっていうのがいるらしいね。どこだろう。アリーナマスター。え、なんで？なんで俺犯罪のあれになった？すげえ犯罪だから。なぜだ？か、もうしょうがねえから買収しとけ。死ぬがいいって言ってる。
死ぬがいい、死ぬがいいになったねこれ。死ぬがいいはやばいね。なぜ誰か私の歯なんか入れた、盗品持ってた。いや持ってないよ。おじさん盗品あるんじゃない、もしかして。ないね、俺見てる限り。あ、ジェームズ・ピットマンの絵は盗品だよ。うわ、ピットマンの絵俺の方に送っといたわ。お、まあ、そうね、まあもう、調べられる、まあ、どの道遅いんですけど、これどうなるんだろうね、これ。まあまあまあ、別に構わないけど。まあ、もうこいつお金何も600円しか持ってないはずだ、おじさんがいて。もうクエストのやつだったら怖いけど、まあしょうがないよね。もういいんじゃない、なんかいけるかな、説得失敗すぐバンシーに値するんだろう。あ、でもそいつだけだ、敵は。オッケー、なるほど、なるほど。それ気をつけてね、リザードとかにね。範囲攻撃やめてよ。範囲攻撃しないしない、今のところ大丈夫なのね。ほい、範囲じゃないね、目の前に。はい、そして突然現れて殴り続ける。キューン、これでもうアーマー入っちゃってるから。キューンじゃない、キューン。盗むなすげ、盗んでおいって言った瞬間に、なんじゃてめえって言って絶命させるって、もうなんなのって感じだよね。まあまあしょうがないですね、この世界ですからね。まあ一応我々なんかこう神なんで、神なんで許されるんかな。弟君は何してもいいんだよ。わお、受けた。挑発により周りが全員敵になるそれは恐ろしい、それやばい、それは恐ろしい。次のターンのこととか考えてる場合ちゃいますよ。一応さあどうだ、うんと、ドロチアタック、クリティカルヒット162、ドロチアタック。おおお、なんだ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 、ドロチャ、ドロチャクモになった。こいつヤバいやつだ、クモチャだ。おら、クモチャ、クモチャ、クモチャが毒クモだね、完全に。聞いてねえぞ、すごい行動するじゃない。ちょっと待って、 AP パネーナ、アドレナリン使うと2増えんのか。そうです、おいよ、に前狩りできます。前狩りしました。俺全然前狩りしていいんだよないざとなったら死んだふり。ああちょうどね、見えないわまあいい、装填出して。嘘、何これ、後々じゃあこいつ化け物でなんかやってくるってことだよね。まあそういうことだったんじゃない。先にもうお父さん見抜いてたんだね。あまあまあそういうことにしとこうしとけしとけ。後ろでやべえことが起こってる。ガンハよくお前座ってられるな、そこに。いやまあいつもあることじゃん、ここで。あ、そうなの、こわ、まあ絶ってるあそこみたいな感じでしょ。はいブシュワッつちょっと見せてやってくださいよ、この六本木の前にいそうなやつにそうだね、ドロチャ、ドロチャです。あんまりね、遠くに行かせたくないね。そうですね、ドロチャ、雲に変身するんだね、やられた瞬間。まあ、正体出ちゃったみたいな感じなのかな。化身だったってことか。ほら、ドロチャ、ドロチャ死ぬ、ドロチャ、もう一丁、スーパイドロチャ。なんだなんだなんだ、なんなんだこいつは、本当に大敗的だとこんなになる。毒の噛みつきっていう両手、おお、だが両手だが、持ってなかったものまで出てきちゃったね。金も回収した。ああ、もう全部回収してるぜ。よし、ちょっと寝るわあ、で向こうがコロシアムだ。コロシアム入る前にもうすでに一体が大変なことになってますけどね。ここになんか宝箱あるよ、それ取ったでしょ。あ、空になってる。もうそんな取ってるよ。早っ。まあ、ここで全てを見ていたはずだがとかなんか言ってるの。こっちか、そっ
土地とりあえずクイックセーブ。文句言われるようだったらね、もう一緒のこと。スイッチあんな、誰かいるよ。あ、本当だ、ワープポータルがある。この人に話しかけると始まりそうだね。あはそうだね。アラン、違うな、アランって書いてある。ゲームマスターこいつなのか。ちょっと戦ってくかい。あんたが少しはできるかどうか見てみようじゃないか。いいぜ。いいね。突然のこの2つ目の選択肢が、あなたは最強の中の最強なのだ。最強ドリフト…あ、俺らほらドリフトウッドで勝ってるから。あ、そういうこと。ここドリフトウッド。あ、ドリフトウッド、ここか。うん、あ、ドリフトウッド闘技場王者との戦いよ。その位置だ。しかしあんたに言っておかなきゃならん、うん、あんたは戦いの前にそこの通角にいるムルガンに会いたいんじゃないかな。彼女はここの王者で、彼女が誰と戦うかは彼女が決める。彼女は挑戦を受ける前にあんたと話をしたからだろう。だが口の利き方には気をつけな。彼女の機嫌を損ねてみろ。二度と戦うことはできねえぞ。恐ろしいドワーフたちじゃねえ、これ。なこいつすげえたくさん持ってるよ。2600円と大変たくさんの武器とかがあります。大変たくさんの武器、ちょっと無理だね。落ちた両手剣、そのまま話しておいてね。このアルちゃん、このアルちゃんあんまり持ってないな。アローブラスター、ここにもいるよ。俺なグリシャ、ほほー、たくさんあるのか。ゴリシャもだね、持ってるね。これまあレベル上がった後でいいんじゃないですか、こういうのは。そうですね、うん、はい。じゃあ、肩をすくめる。ムルガが何を考えてるかなんか気にしない。あなたはただ戦いたいだけだ。ちょっと挨拶して別れてムルガと話そうじゃん。ムルガ、これコナールだね。あっちに旗立ってるな。すごい、闘技場ですよ。求めていただろう。おぉ、なんだ、ボイドウォークンとか。嘘でしょ、これボイドウォークン中入ってるよ、これ。下流のボイドウォークンらしいよ、これ。捕まえてるよ、これ、ボイドウォークン。中に閉じ込めてんだ。すげえな、ムルガ。闘技場だな、ほんとに。影のもの、ムルガ。ウーチェック、影のもの、ボディチェックしてる後ろから。ボディチェック、なんもないね。さあ、話したね。いいのかい。おっと、あんじゃ話しかけてなかったのか、まだ。そうだよ。最高じゃん、ちょっとやばいじゃん。当時の新しい小屋しかや。このムルガがあんたの運動神経を試してやろうじゃないか。ズタズタの唇が歪み、ボロボロの歯を見せ、彼女はあなたの手を掴んでエールで湿ったテーブルに引き寄せる。決して目をさらさず、彼女はあなたとの腕相撲を始める。腕相撲かよ。同期し、即座にぐにゃりと地面に倒れる。やれ殺されるぞ。ほい。彼女は彼の中に入り込んで見えなくなり、彼女と待ち合い始める。戸惑っていると彼女はあなたの顔のすぐそば近くで手を叩き、あなたを尻込みさせた。冗談を言ったってアリーナのフロアから開けられることはないよ。私は下のボイドウォークンをこの手で倒してここまで引っ張ってきたんだ。すげえ。そしてあんたは私すら倒せないってのになんで下に行きたいって言うんだい。そう言われちゃうよね。なるほどね。彼女と戦いたい。あー、これちょっと下選択するともう話せなくなりそうだよね。まあどうだろうね。3人いるから大丈夫だと思いますよね。ちょ、1回はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい。あ、大丈夫ですね。コツがあるのだ。ベクトルを計算し、姿勢を整えて、行くぞ。筋力ねえけど、俺。力比べなのバカのやることだ。にやりと笑い、空いてる手で武器を抜く。まあ、お好きなの。まあ、この学者の力を使おうじゃない。いえ。コツがあるのだ。ベクトルあんた役には立たない。いやマジかよ。あれ、おじさんお願いします。筋力でね、筋力でねじ伏せろ。筋力でねじ伏せ ろ。はは。無法者、無法者。ああ、でもいいね、無法者。彼女の腕を後ろ手に押さえようと素早く巧みに手を滑らせる。決め。影の中に入り込んで見えなくなる。聞かない。何？もっと練習が必要だね。もっと練習が必要。はあ、懸垂でもしたんだなと思って。でも彼女と戦いたいと言うじゃない。戦いたい。お、やばい、説得しちゃった。筋肉？筋肉だな。体格だね。あ、体格か。うん、筋肉。あら、体格だったでしょ。じゃあ私が、はい、あれ、更新されたの。更新されました。よくない、よくないね。ムルガは我々に目隠しした状態で戦いで勝つことを求めてきた。え、目隠し、目くらまし食らった状態スタートじゃない。あー、なんか誠意を見せろや。そうしたら
力を証明してことになるからみたいな。はい。おまだチャンスあるぞ。行け。うなるぜ。失敗。まあ4必要だった。必要だった。なるほど。じゃあ目隠して入らないんじゃないの？ちょっと俺も話してみようかな。ああ、説得、体格、ドワーフと、あ、ほら、フォートジョイの王者がある。おぉ、説得、体格、フォートジョイの王者。俺、王者だからか。そう、あれでもぶっ飛ばしたもんな。オートジョイ、王者。オートジョイの王者、はい、行きまーす。同じチャンピオンとして彼女は闘技場であなたと戦わなければならないという。これで対マンだったら昭和ら…ダメだったんかい。説得さんない。さすが、もうフォートジョイ…説得ちょっと低くてもいいんだ。フォートだったね。フォートジョイだとちょっと相手にもならないっていうことね。まあまあ雑魚集団だからな。はい、はい、じゃあ目隠しして戦ってやろうじゃん。やってやろうじゃねえか。目隠しとか言うけど、まあ俺たちにはほら上から全部見てるから。マジで画面真っ暗になった。笑うわ。どうするこれやって。何も見えないけど。だえ、どこに行きゃいいんだよ。これ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 話した。うん、あら、あんたの力を証明する準備はできてるか。なら始めようか。なら始めようか。できてる。まあ連中は確かに元を戻ることになるだろうな。お前は彼女の挑戦を受けれるのか。目隠しをして戦おう。じゃあ気をつけて。おっと、挑戦は失敗だ。あなたは近くの仲間を全員加えたいと伝える。他の王国の君主も含めて。いやもう、はい。だー、永久の暗闇。永久の暗闇。おお、全くもって当たる気配がない。目隠し。あ、命中率マイナス 35%。まあ俺命中とか関係ねえからあれなんだけどさ。そうだね。まあ俺もあんま関係ない。両サイドから上がれちゃうのが。まず俺は飛びます。上へ飛んでください。ムあ、ムルはどこにいるの。飛べないね、これ。距離短くなるね、これね。目隠しですからね。目隠しやばいね。よし、まずは前借りして、でヘイストを十分にかけて登ります。え、登ったら、まあ、お手さんがね、真ん中に行ってくれれば、はい、まあ、全て解決です。ええ、命中率関係ない反射ってものがね、全て敵を傷つけてくれると俺は信じてる。よしよしよし。で、私もちょっと伸びるな。よし、封鎖します。封鎖せよ。さあ、トーテムには関係ねえからな。トーテムの封鎖。はーい、面積まだ届かないからね。魔法を使うみたいに来てるね。怖いね。いやーん、どうぞ。おい、フレッシュサクリファイス。相手はどんな感じでしょうね。調査どんな感じだろうね、これ。あ、やっぱおついさんが調べた結果を俺が共有してるみたいになった。そうですね。土マイナス 20% レベル10。物理防御ないぞ、その狡猾なもの、ライアリー。え、うっそでしゅ。包み隠すもの、アム。名前がかっこいいね。ね、ダメだ。二つなみたいな。フェイストかけるわ。フェイストかけて突っ込むの？うん、あのね、こっから先ね、突っ込めないようになってたから。嘘？はい。じゃなくて、見えないんじゃなくて。見えないのかな。まあ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 。多分そうだね、見えてないから射程上位が狭まってんだと思う。ね、今俺も魔法が唱えられないんだよね、ほとんど。奥とかに。もう4使って奥にガッといっちゃう。ガッと。こういうのはもうガッ。いいよ。たねえ。もうガッ。いたねえ。ガッ。そしてアーマーをガッ。来いや。誰も大津さんを狙わないでこっちから。いや狙うでしょ。いや。スカイショット。ピシャン。だ。アンシャー。129。はい痛い。おお。はいお前痛い。どうしてくれよ。まあ左から回っていくなり。お好きになさってください。私もヒストで、まあ近くに行くわ。まあやっぱり射程が届くんだったら射程届くやつが優先されるんだろうな。この辺かな。2
見えねえから飛べないね全然。そうなんです、ここがくぼ地になってるんで。あのね、頭にね目隠しついてるわこれ装備。うん、で頭装備がもう外されちゃってるからね。そう、なるほどね。スキルがねえなと思ったらそういうことがないです、ないです。アドレナレってる最初から。だからいざ、うるせえ。シールだ。さてと、いいよ、次もここ挑発で3体いけるぞこれ。ほんとだ、俺も悪党ゼロになってるもん。ちょっとそっち近づかないと俺攻撃できねえな。なんで化身は、うん、あーまあまあまあ出せるんだけど、トーテムとかがもう遠くに出せないから。そっからだったらトーテム全部射程範囲になると思うよ。もうちょいね、前に出して、ここら辺でいけるかな射程が。あ、その辺だったらいけんじゃない、うん、と信じて。そこら辺、トーテムだらけだ。あと、ちょっと反対側にも始まるから、女性で。いや、まあまあまあ、こっち来る分には構わない。入れ替える、はい。なるほど。あー、なるほどね。バックラッシュ。あ、まあそれ頼むわ。トーテムにまさか、あれだね、目隠しついてないよね、これ。うわー、バックした。いてそれは痛え。挑発お願いします。はい、どうなんだね、そこで挑発した方がいいのか。あ、ちょっと前だね、ちょっと前、ちょっと前。あ、いいですね。一人はでも、あ、アドレ、あ、入ってるね、入ってる入ってる入ってる。上登ったぞ。上からスタッフオブマギ外れ。回避当たりますさ。当たりました。さあ、二者がやばい。二者がやばい。さあ、どうしてくれよ。悩んでおります。悩んでおります。くらえ。外れ。中立がね。あの、今目隠ししてるからね。下がっております。相当下がってます。35マイナスだっけ。うん、マイナス35ってことは素で65か。65は結構当たんねえな。これはあれだね、56%ですね。装備によっていろんなスキルを覚えていた俺にはちょっと大変なことだったもんね。ファーストエイドとかが外れてしまう。は？あ？よし、素晴らしい。あ？おお。おお。おお。一個目外れたってことか。ブロックした。オッケー、そろそろ出動しまーす。お願いします。オッケー、いくぜ。強化入れて、パワーインフュージョン、インフュージョン、ファーストサイドインフュージョンで、そうですね、目の前のこいつお願いします。本当に必死です。兄者がやばいんですよね、マジで。本当にこれ目隠しやばい。取ったら負け確定だからね、やめてね。あ、取ったら負け確定なのか。言ってたからね。あー、ダメです、取るんじゃないよっつって。はい、じゃあ目隠しされてない消しに行きます。ダメージどれぐらいだ。あー、ちょっとバトリングラムでは、あ、一回また、アニジャ攻撃されるな、どう見ても。ほい、多分次のターンでアニジャは本当にやばい。はい、さよなら。うわー、貫通してる。まだ大丈夫だ。あぶな。シェルだ。もう一度行こうか。すごい輝いてる。輝いてるね。うん。お、リフレクトバリアです。変更からの、これ 100% ダメージバックを。次の瞬間、誰もおつじさん攻撃しなかったから。それはやばい、それはやばい。お、兄ちゃん。挑発1ターンしか効かないのか。そうなんです、外れ。
こっち来た。ナイス。ファイア。それ上からどうにか。まあまあまあ何でも復活させたいんだけどね、多分届かないんだよな、近づかないとすごく大変なんですよねこれが。まあ通ってテレポーテーションで、あ、ダメか、届かないんですよ、見えないんで。あ、そうか。とりあえずここにトーテム、トーテムエリアがすごい。で、待ってね、トーテムエリアが何とでもなるの。アニジャンの…んー、もうね、これもダメだ、届かない。まずは…全体的にもう本当にトーテムに頑張っていただくために動く感じですね。おっと、暗闇トーテムに大丈夫かな。まあ、化身がまだいるから。あ、そうか、化身が全てやってくれるよ。いやー、こいつら全然ピンピンしてますね。そうですよ。どうしよう、どうなってんのそこ。こっちは大丈夫、この2体は倒せる。その2体は大丈夫ね。うん、全然大丈夫。本当だね、言ったからね。うん、知らないよ。大丈夫大丈夫。あ、そう、我が化身の前にで、蹴散らしたら近づいたアニジア復活させるから。はーい、そうだね。いつでも私は待ってる。一使いたい。よいしょ。この時は十字キー上を使うんだよ。ま、届くの？届かないよね。届かない。まあ、届かないですよね。よいしょ。エイスト書いてた。エイスト。雷好きだ。おお、トラップロッシャー。パラ。すげえ、そういうことやってくるのか。まああいつら見えてるもんな。あれ？ドビキョン。見ないよそれ。大丈夫？あ、もう大丈夫、本当に。ファイヤー。ああ、ちょっと見えてる。2体頼むよ、本当に。ペインチェーン。あぶねえ、俺にかけないのが怖いよ。まあ無理か、俺にはかからないんだ。とっととそいつを目させないと。ええ、そうですね。おい。いっ、ペインチェーンで消えたのか。ちょっと待って、えい、当たるかな。この絶妙な当たるか分からない距離やだな。この間行けば2人とも当たるのかがすごい心配なんだけど。ダラン。よし、おお、これでよし。2人は、2人はターン来ない。シールド。おーい、おつゆさんみたいなやついるぞ。はい、頑張って。頑張ってますよ、割と。まあ、あれだったら真ん中集合してもいい気がしますけどね。で、アニジャを遠くに、でもね、多分孵化させられないのよ、これ。そこね。うん、すぐまたやられるまである。前、押さえた方がいいんちゃうか、俺。この辺で。ああ、そうね。で、俺降りるから。うん。頼むぞ。とりあえず、こっちまで行って。ああ、もう。で、ああそうか、あれか、目隠ししてるから全部のスキルが短いんだね。そうなんだ。ああまあそうだね。そうなんですよ。シールド飛ばすのも短いでしょうね。そうなんですよ。反射はするだろうけど、近くの敵。とりあえず一体は何とか倒したいんですけど。ああ外したー。ミスした。地面に外したー。向かったねー。待てよ、 1AP でここまで来れる。スキルを使ってもいいんですけどね、逃げるように残しておかないと。大丈夫その2体。ちょっと1人は転倒してるから。ねー、でもう1人が瀕死だよね、もうね。あー届かない。1人瀕死。こいつ一瞬仲間にしちゃう。なるほど、勝手にやられてもいいし、誰か攻撃して。はい、魔法防御によるブロックです。あ、ちょっとある、ちょっとある。こいつちょっとだけあるゴーみたいな。ちょっとミスりましたね。トーテム行きましょう。ほい、よし、はい、まずは一人。いいですね。ビリビリ、横の味方が麻痺しちゃってますけどね、あれね。お、ついに俺に痛い。111
なんだ。わお、貫通してった。やっぱ谷が化身が来て、右の俺の右のやつが来てで、起き上がるかですね。こっちの方がダメージが高い。次のターンでアニチャ復活できるかな。いきますか。おう、相当ハンデを背負ってるね、俺たちは。そうだね、やっぱ命中率低いと辛いよね。近接性はもう本当に当たんないし。そう、まあ僕応報でなんとかなってるわーって感じだけどね。チェーやった復活するなあの人のシールド。復活しますよ。あ、そっか、それでバトリングラム関係も全部短くなってるのね。この弓矢のやつをやっちゃっていいですかね。もう何でもやってください。やってくれ。はい、ではアニちゃん多分復活させた瞬間に上からスタッフを紛れこう変えられる人になりそうだろうな。でいって殴られたね。殴られたなんぼ。当たる、いいね。あと1ギリ。なんでやめて、痛い痛い。93。あーっと、まあ血を吸われ降りてきた。いいぞ。わざわざこっちへ。怖い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 。あーすっごい。いやー俺なんかずらされたぞ。なんで。すーごいずらされた。すーっ、 1HP。 はい、ただね、今復活させると終わるから次をターン遅延して兄を復活させる感じ。なるほど。トーテム、メンタルトーテム。はぁ、届かねえ。我が大事な決心にちょっと入らない。しまい返しよう。アドレナル、アドレだった。で、さらに自分にヘスト。いや本当にあれだね。なぜ目くらまし、目くらましとか目隠しをして我々は戦っているんだっていう別にそんな余裕ないのにとても大変な状況になっております、ね。これで勝て、これで勝てるようじゃないと私とはちょっとみたいな。ナイス。そうね。はい、らしいです。だー、迎撃しなーい、目隠しで。ファイヤー、ミス。ファイヤー、オッケー。おお、ヘッシャー。ナイスナイスです。そろそろいいね、そっち狙ってくれるのね。まあでもちょっとやばいんだよね、その子も。トーテム祭りだね。そろそろ置かせ時。ちょっと横に。腰時計を、腰時計。ただ闘志が来て。はいはいはい。闘志が来て。はいはいはい。次に音じゃのターンが来て、でこれをターンチェーンして、してターンチェーン。はーい。で俺の方に来る。よかった。将来完全ちったバカ野郎、本当にもう。許しません。あーあー、ヒッター。もうクリティカルヒット、化身10。化身がやばいのよ。そっち狙うか、先。わかる。さてと、アニジャがどうなってしまうかはちょっとわからないが。化身のターンですよ。あ、そうだったわ。よいしょ。こんなちょっとのビリビリ見えねえよ。あー、あっちを先に倒そうっていう、あれなんだね。ほい。がね、ちょっとでも動いたら。よし、入ってる。さてと、復活させます。復活の字。蘇生するターゲットはアニジア。目的地がここが限界です。え、急の暗闇。私だ。なんであの人ビリビリしないの。トカゲ。
魔法防御だもんね。リジェネかける完全に。オッケー。ほい。で、アニジャが来る。はいはいはい。オッケーオッケー。ポットで飲むなり、なんなり。ゼロ21。次ターン来るのは、こいつが先か。そうね。高級ロー。ナイス。何度もなりそうです。そうですね。どちらも削ってきました。あとは焼いちゃってください。なんてことだ、そこまで飛べねえ。そりゃそうです、ね、暗闇やばいよ。俺らずっとずーっと目隠ししてるんだから、近づいてどうこうするしかないんです。これ決心いなかったらワンちゃんもう大変な俺決心たちは別に後出しはね、後出しは全然大丈夫だから。でもここ、この2人やれば確実に経験値は手に入ってレベルは上がりますんで。では…あ、ちょっとあれ…立てまして、トーテム物理。すげえゼロドラしてる。まったくもう飛ばないとあの人を迎撃してくるから、迎撃されないようにさあ、ここからがあんたの見せ所よ。化身、化身もうほとんどなんもないけど、ね、もう HP10 しかないで振り絞らせる。ああもうついた。でもあ、そっち倒しました。ほらやられませんよ。ほんまやギリギリで残ってますよ。分かった。化身あと10だから頑張って倒そうとしてんのかな。そうだね、いいことだと思う。そういうことだと思う。なるほどね。まあそのままターンを遅らせてくれば、あの化身が殴ってどうにかします。はい、外れます。命中率が、そうね、両手の悲しいとこよね。すいよミスです。やばい。暗闇向こうはちょっと必須かもね。暗闇、そうね向こうって、いや、まあ、まあそうね、今後のことを。今後のことよね、ここじゃなくてね。まあ、魔法防御あれば基本的に食らわない予定だから。あ、まあそうか。そう、今は強制闇のオーラとかも別に魔法防御あれば大丈夫だもんね。我が力を受けてみよ。魔法です。ですね。さあ、うわぁ、消えたー。よー、レベルアップー。やったやったなんだ。てぃ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 。少しはやるようだね。あんたが生きてる死ぬに十分な血を流した。あんた、私の試練を見事突破した。じゃあ、あんたと戦おうか。は、もうは、大丈夫、体力が、体力が回復。ちょっと待って、話を終わらせないで、話を終わらせないで。ずるい、ずるい、みんなずるい。あ、俺できるわ。どうしようかな、何あげよう。何あげよう。今日1不得か。やはり武術か。迷うところですな。何あげようかな。武術かな、武術だな。アドレナリンないと本当に面倒くさかったな、さっき。武術。まあでも、武術。武術。武術？何取ろうかな。あー、でも王鵬でもよかった。まあいっか。もう王鵬は十分な力を発揮しておる。ここから本当に何に振っていくかな。まあでも患者さんまで HP も400台になりました。おー、よかったっすね。でもこいつらあれでしょ、この女ボイドウォークを操るんだよね、多分ね。操るのかな。操るの。いやいや、操らない。立ってきたから分かんない。でもね、うん、何をしてくるかは正直分からん。ここにいるこの檻の中のボイドウォークが動いてもおかしくはない。おかしくはないよね。とりあえず時効に振っとりゃいいか。まあ後で調整できますからね。はい、じゃあ行きます。はい、あーっと
あんま、ま、待ってね、はいよ、はい、あのさあ、私に切る時間を与えてくれって言ってるな、懐かしいセリフだな、懐かしいな、しょうがない、もう戦闘に全てをかけてしまった人だね、準備ができたら探し物に言うといいよ、いいよ、姿を消した、リンクして消えた、なんだよ、なんだ、あ、でもこの人だ、アランに話しかければスタートだぜ、ちょっと待って、あいつがね、俺のアドレナリンを剥いでったんだよ、俺も剥がれたからオッケー、オッケー、じゃあアランちゃん話すよ、アランアランと、これアランからやるつもりだ、あいつアランからやるつもりなのか、騒がしき者が、おお、今まさに、お、すごいじゃん、アラン、アランすごいよ、アランすごいな、なんか、まあ、レベルも上がったからいいの出てんじゃない、おー、アランレベル11の装備売ってるよ、盾すごいよ、151の108の盾ある、151の 108?うん、そんなにでも、うん、そんなにそんなに、ね、現状足とか欲しいっすね、足、足ね、え、このちぎれた足でいいのかな重装備はなんかある、筋力、フルメタルコート、筋力12、技巧風術というちょっとね、微妙ですね、結構結構取り扱いは微妙かもしれない、剣は、あ、アミュレット、筋力1、粘動力1、説得1、もう一度お願いします、44、魔法防御、筋力1、粘動力1、説得1、大丈夫です、はい、はい、そんなにですね、特に そんなになんですね、片手王の、まあ、両手王のバルディッシュっていうのがあるね、両手はちょっと両手王のバルディッシュでも別にその使わないでしょ、うん、使わない、片手斧が何？片手斧の、はい、鎧割り20、うん、筋力1、体力30、命中率5、24から27、24から27、あーなるほど、デフォがね、わかる、わかる、わかる、あーわかるな、わかる、まあまあまあ買えばいいんじゃない、うん、その後お金だけ、別にまだ買うよ、どうぞ、どうぞ、買ったよ、もらうよ、どうぞ、アンジャに置かなくて、あ、ルンハマンじゃ最高かよこれ、ふひおの、それはおの、あ、いいんじゃないですか、いいと思います、あ、いいと思います、これは、なるほど、ダガーいいの売ってんね、ダガー系、やっぱこいつらヌストメン、ヌストメンですからね、うん、ヌストメン、ルーンくれどうぞ、あーちょっとフルメタルコートってこれ鎧いいな、これ85万の物理防御、買ってください、これさ、ルーンを持ってる人からも徴収しないと、ね、目隠しもらってんだけど俺たち、記念品、記念品、参加品だから参加賞筋力粘動力説得1の44アミュレット、はあ、筋力か、筋力じゃなければ、これ、お父ちゃんさん、ルーンが…ルーンが、あー、なるほど、ルーン4つ種類ございます、炎か…王法一部ついてる、足があるね、足っていうか、あの、腰パンツ、あはん、王法パンツ、王法一パン、王法パン、王法パンツ、あー、私のもついてるね、物理が38、57、12、わあ、いいね、待って待って、君召喚術が上がる片手剣持ってんじゃん、何やってんの何やってんの何やってんのなんだすごいな、こんなに自由に買い物してよかったってことないよ欲しいものは買うっていうね、よしよしよし、そろそろだよ、1万3600ぐらい持ってますね、この人今、そろそろ戦いたいよ、下の奴らと、すらなくていいの、あーあー、もういいの、1万何本までいけんの、今私は14800、4800、まだいけるのか、あと何を買えばいいか、まあまあまあ、買うのに困ることってあんまない、売れそうなやつを、そう、高いものを買えばいい、それ換金できるから、うん1900、いい尺ある、両手武器6優先、もう3名勝ちになっちゃった俺、あ、もうダメ、1万5000ぐらい持ってるこの人今、
やばいじゃん。回収の時、はい、今まさに800円になったこの人の所持金が、はい、今まさに回収の時。お前の安全のためだ、近寄るな。さあ装備しようぜ。上げるか攻撃力上げるか、防御力かな。もう大丈夫？あ、ルーン今話しているとかすられたのだ。あ、ルーンが増えてる。おお、待って、すりおしたな、所持品を見せろ。許可。あれ？また？別の犯罪。お前装備品にすりもんが入ってんじゃないのこれ？その可能性があるとしたらちょっと私は、あ、いや。水のジョッキは盗品が1個紛れ込んでんな。あはは、もうちょっとこいつ殺しちゃったら話進まなくなっちゃうんですけど。どうです、なんかあれお金とかで回収を試みます。はい、この犯罪者名言い逃れ無理だ。ダメダメですね、失敗。これはもう一回逃げるしかないよ。そのバトルになったらそこで逃げるしかない。ちょっと待って、ちょっと動くな、動くな、はいはいはい、そいつ飛ばしてやるから。はい隠れながらやってね。え、隠れながらやればバレないから。飛ばせるのそれで。隠れながらっつってもあれだよ、誰かパーティーで隠れてない人いたら関係ないからね。ああなるほど、そうなの。そうだから戦闘始まったら殺されないで逃げてください。盗品持っていけないのかい、ね、入れ替えて一気にどうこうできないかな。話してたら無理かな。話してたら無理でしょ、多分。やってみるよ、一回。おい、はい、おい、消えた。戦闘開始、俺がなった。俺も戦闘開始。ちょっと、まあ、逃げましょう。逃げます。逃走開始。しかも別のやつも絡んでる。あ、やばい、全員敵。よくないよこれ。後ろのさ、定員門って使えんのかな。あ、なんか DAP で一回やってみる。 Not now. Not now. これよくないよ今。これよくないよ。こっから逃げ切る方法は一回。何が遠い。あ、俺逃走で逃げれた。はい、そこだったら逃走できるんじゃない。逃げれるの。そこならいけんじゃない。あ、逃げれば。広場。はあ、もう俺だよ、問題よこれ。挑発状態。勝手に動く。勝手に動く。え、そっちは勝手に動くんだ。まあ、これやばい。また挑発かけられた。一回まあ、ニジャテッドで、ただこの絵終わった後ってさ、許してくれるの。基本的に許してくれる。あ、ほんと許してくれるけど態度は悪くなる。まあまあまあ、だから俺が話しかけねなければいい。やばいやばい、もう永遠に俺がもうバーサーカーとなって殺しまくってる。殺せはしないでしょ。いやもうほんとにコナール死にそうだよ。コナール、コナールは大丈夫。左が流れ続けてる。盗品どれだ。いやもう俺が今回収した。やっと自分のターンなんだけど、もう全部スチール使われた後だよ。使っちゃう。これは逃げられないのでは。死ぬ。あー、このある死んだ。にゃー、死んだ。で、どうなってる今、うん、敵のマークは消えた。行くよ。うん、おい、
はいはいはい。俺はデトーク復活させまーす。おお、ホナルの死体どこ？階段の方にあったから。オッケー、焦げてる。おつさん来てもは大丈夫でしょ。話しかけても問題はない。あ、そう。うん、このあるのいただくわ。はい、頭皮は気をつけて。もう頭皮持ちたくない。もう、うん、まあ基本的に頭皮は俺が回収させていただきますんで、今のところ自分の所持品の中に頭皮が。暴君の兜も頭皮だね。それおつさん、暴君の兜どれ送った。自分の方にもうないです。あ、バッグ中か。バッグ中です。ブラッカスのやつか。ブラッカスのが盗品でございます。なぜそいつのものでもないものでわかるんだろう。はい、盗品は私が。はい、スキル、アドレナリン、スキル、あと何が外れたんだこれ。リスト、もうこれ盗品や。ん？装備品が盗品や。装備品盗品？装備品が盗品。装備盗品だとちょっとやばいかもね。盗品はもう外していった方がいい。外す。もう装備したから。こんなもんか。無事に送る。おい。盗品。うん。盗品は売っちゃいますよ。もう装備はやめよう。装備もそうだし、持っとくだけで誰かが装備しちゃっててもそれで話しかけられたら終わりなんで、盗品はもう今後一切、ええ、装備しないと取り扱い、はい、ええ、禁止でございます。どんどん商品に追加されていきます。ありがとうございます。もうないな。ああもうない。あー綺麗、すごい綺麗さっぱり。もう我々は別に盗まなくてよくなったんで買っていきましょう。確かにね、もうお金には困ってないみたいな感じになってるからね。はあ、盗品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 。こんなもんか。まあ多少防御力上がったかな。14,000。装備250アーマー、少しは持つな。これでアランに話しかければ。あ、もうちょっと贈り物しなきゃいけないから盗品少し贈り物するよ。会話してくんない？ああ、贈り物、何をやってる、どこかに行けって言われてるから、まあ、物をあげないとって感じかな。会話が進まない。兄者にちょっといらないものを渡すから、それをあげてあげて。これとかあげれば許してくれるでしょ、盗品だけど。はい。もうちょい？マイナス21、今。それならもう話しかけられません。もう一個、はい。ゼロ。よし。で、進めてくれ。素晴らしいよだ。チューニータイド変わった。ムルが長い打てることでちょっと伝える。オッケーっと、パーティー全員で行く。挑戦は一度しかできないって。セーブした方がいいと思います。セーブお願いします。クイックセーブ、ありがとうございます。
Let's go! パーティー全員ポチッ。わお来たぞ。おーおーおお、一人だぞあいつ。1だけど絶対1じゃないよね。すごい突っ込んでくるじゃん。どうしてあんなに行くんですか。おお、しかもそこから超約一撃で。あ、まだあるの。平成ガラスの砲台ついてんじゃないか。調査しよう。アドレなってる。借りてるよ。前借りしてるよこいつ。あー、いやガラスの砲台なんかついてないのに超動いてる。これはやばいって。なんでだ。ダメージ171から182。レベルいくつこいつ。レベル12。 HP 744、 アーマー460。やばいね。悪党6。おじさん、次挑発をお願いしますですね。はい、それはもちろん。やばいですね。もしかも本当にここにクモの巣生えて俺逃げるよ。まあまあ、挑発した後にクモの巣生えてもらって逃げてもらっても全然構わない。ええ、この人と僕は結ばれたっていうことで。何？どうした？降りてったね。まあまあまあ、普通に。はい、はい。ああ、でもアーマー剥げそうだな。アーマーさえ剥げちゃえば。フレサクの、フレサクの、フレサクの忘れる前の挑発を入れ。入ってないか。あ、え、入ってる。あれ、メッセージ入ってる。入ってる。さっきやってたよね、そういえば。やってたか。アーマー入りくれ。そうね。あーでもすごいね、状態的に囲まれてると側面攻撃で回避率下がってるんだね。しゃーよっしゃー、危ねー。いや一人でよう挑んでくるな。明らかにさっきの方がやばかったぞ。ね、さよなら。あれはやばい、あれはやばい。ムルが倒した瞬間に横から出てきそう、あいつ。よくもさっきはやってくれたね。とてもとても痛かった。何を行動してくれようかな。とりあえず鋼を。そう。鋼を。鋼。うん。一回入れとかないと。その後に来ますからね。こうアドレナリンで。もうアドレナリンみんな絶対持ってるみたいになってきてる。全力で叩く。全身。はい。143。ムルガターン。ヘイスト。はい。迎撃。あ、やってたー。来る来る来る。絶対来ると思った。やっぱり。あー、出てきたー。言った通りだよ。ドゥエーラーってあれ、おつゆさんが戦ったやつか。ドゥエーラー。え、ちょっと待って。ワープ。どう見ろよ見ろよ見ろよ、そう使いだ。ちっちゃく猛学虫切らないよ、檻にいられてるぜ。うまそうだ。ムルガーはそうめん後さえしながら顔顎をこわばらせた。ちょっと待ってムルガーお前だろ。それはただの光のいたずらかもしれないが、彼女は確かに恐怖で震えてるように見える。これは悪いニュースだ。あんたたち嘲笑うってか。何や。私のためにあいつをやらせるチャンスをやるだけ急ぐんだよ。それと無事上の戦いはもう終わったなんて考えるんじゃないよ。ああ、共闘するかどうするかみたいな。あいつ消えたぞ。前と同じだ。あいつは闇の中に逃げ込んだ。お前ら出せようともせず助けられもしない。ああいつ、あのね、ムルガが消えたのね。そうね、影使いがなんかなんでしょ。ちょっと待って、ただムルガ消えただけだよ。あんじゃ死ぬ。ああよかった、呪いのトーテムに呪い。血のトテムに乗るか。まだある、まだある。エンチェ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 ン。これバコーンって打ち込むとアニジャがバーンってなるんだけど。はい、ターン的にオトジャが来て、僕が来て、アニジャが来る。どうする？ポンパーンにしちゃうんで。アニジャでもパンさせないとダメージ入らないんだけど。ポンパン、何ターンポンパーンするの俺これ。ペインチェーンは3ターン？いや、どっちあれ。ペインチェーンはね、3ターンぐらいだと思う。その間攻撃できないね、本当に。どうしようか考えなきゃ。ペインチェーン3ターン、3ターンですね。3ターンか。なんかもうトーテムとか攻撃した瞬間アニジャ弾ける可能性あるよこれ。トーテム自動で攻撃しちゃうから。多分でもね、話的には弾けて直して復活した方が早そう。あ、まあそうですね、あれターン的にはね、うん、強い。やってくれ、人前にやってくれ。何言ってんだよ、言われなくてもやってるよ。え、
もうアドレナリン使ったチョコだし、とんでもねえな。すぐペインチェーンしてくる。ペインチェーン、チェーン、てかペインチェーンって何これ。物理防御、物理防御、ペインチェーンは。それでどうする、おついさん。近づく手間省くことできるけど。あ、まあそれでもいいよ。いい、うん、じゃあもうアニジャの上に落とすわ。 What?これアニジャの上に落ちるかな。全員の上に落ちるんじゃない。じゃあよくないか。目の前ぐらい、どんぐらいの距離がいいのかちょっとわかんないですけど、ここら辺で。いや、まあまあまあ、もうもう、はい、アニジャに入っ、あ、落としたダメージがアニジャに入ったのか。結局俺来る。うまいっす。先離れちゃったから。あ、そうですか。どんだけ強いのこれ。どっちかというとおじいさん、俺を殺せばいいんだよ。あ、そう？いい、まあ、それで殺せばいいっていうか、普通に攻撃したらアニジャも死ぬだけじゃん。あ、まあそうだね、うん、じゃあレベル12です。これ強いわけだ。え、ここで、金槌カチンコしていい。あー、いいよ。まあもうどうぞ。あ、そうですか。じゃあ、A、返事なく、どの道、アニジャは吹っ飛ぶし、俺の決心は大丈夫だ。じゃあ私、A、 613 613まで甘がついた。どんぐらい入るのこれで。これで、あ、待ってね、待ってね、172か181。あ、こいつ土の耐性はないから全然。行くぜ、行け、ガッコン、あん、ゴイーン、リアクティブアーマー。トーテム、おかしい、俺、あれ、なんか出てきたよ、ムルガ。ダメじゃねえかよ、ムルガ。いいんじゃねえか。ムルガ入れてたんじゃねえか。ただ、あれだろ、あれしてただけだろ、黒くしてただけだろ、これ。ムールがもう攻撃できちゃうな、敵だから。まあほら、終わったと思うなんて、あいつ自身が言ってたから、ちょ、それでちょうどいいんじゃないか。ああ、そうね。いい、どうしようか。まあでも、どっちもやっても問題はない。ドゥエーラーの、あれ、は、なんだ、物理は吐いといた方がいいよね。まあね。はい。はいはい、素晴らしい。あとはもう、どっちもやってください。はい、うん、動いたら終わりだから、あれ。はい。一万って。一万、あー、いった、いった、いったー。おとしゃくん、君はよく頑張った。ああ、はい、だからな、お前、あとは鶏にしてやれ。鶏にした後、外すなよ。俺、お願いします。え、アニジャ、アニジャを鶏じゃねえわ。そいつを鶏にさせて、アニジャ復活。はいはい、ペインチェーンの呪いからようやく解き放たれた。よしよしよし、もう鶏になっちまう。もうね、もう、もうこうなればね、ボイドウォークンだか何だか知らねえけど。この変わりようである。いいの、このどこに死んでんの。すっごい人が死んでん。ちょっと話して、鶏のゲージ範囲に置いてくれりゃいいよ。そうすれば俺自動的に資料室で回復するから。ああ、じゃあまあ鶏の近くに復活させる。ああ、はい、で槍だから結構距離は、もう結構伸びますよ。まあ真横に出してあげればいいんですよ。真横に、真横だよです。ああ、いいね。真上、真横、真上、真横。ああ、そうか。じゃあ兄ちゃんにいっぱい攻撃できるようにさせてあげよう。やったー。もう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 終わらしちゃっていいよ。すぐ俺を攻撃しやがった、こいつ。いやー、あいつ出てきたのちょっと面白かったな。俺もカーンって出てきて、しかもその後っその後滅されるっていう。終わったと思うなよって言って結局攻撃されるっていう。じゃあどうじゃったん。しかもバトリー、あー、動いた方がいいんだもんね。そうそうそう、いいんですよ、普通の攻撃で。もう倒せるでしょ、むしろ。いや、555あるからね。危ない、アニジャ攻撃するかと思ったよ。やめて、ほんとにそれだけは強制で。アニジャです。いや、俺も迎撃範囲だから。囲まれてる。ほら、いいや。回復する、回復する。狩猟術いいね。もうもうもう、こっからさらにアドレナルズ、アドレナルズからの、うらよ、本心、あー、一撃、ちょい残り、ダーン、終わり。お前には何かがあったが、お前は選ばれし者ではない。まだな。じゃあ当時上全部制したりすると選ばれし者みたいなタイトルがつくんだ。もしも選ばれる者の霊の目を止めてほしければ、お前はお前の仲間と戦わねばな。出た。でどうする。まあ俺は全然構わないけど。チャンピオン目指す。戦闘に同意する。もうもうもう今日これ以上やな。何やってんだよお前。いつもそれだなお前。結果は目に見えている。ここからスタートですか。やめろー。マジだろ。浮かんでるわ私。
上で見てるわ。どうも。なんかいるよ、さらに。あ、僕びっくりしたっけ。あれか、トーテムか。どうも。でーどうも。今日はもうこれ以上やらーまだ私のターンなので兄者さん、自分で起きたばっかりなのに鼻くそやろ。これこれなんかレジェンドオブなんとかっていうゲームで見たことあるような気分だ、これ。あーマジやめろ。あー痛い。もうあれじゃ動くと死ぬよ誰が動くと死ぬよ。これポジチンが飛んでくるのかフェリックスタイム。全然全く全然ダメだこれ。覚えていない。そこ大丈夫か。トーテムに撃たれないかなんか気をつけてもはや他人の心配をし始めるわ。どうしてくれよ。どうするんだ。俺はもうガラスの砲台を外してしまったのだよもう面白いものを見せたい。クールダウンが上がってない状態でこんなところはやりたくないわ、本当に。ですごい非道な状態で始まってるからもう俺の横の決心がいる。あミス。危ない危ない。許さない。こんなのは許さない。どうだろう。まだ大丈夫。左にちょっとずれると当たんねえのかな。いやオフ。ちょうどよく消えねえかな、あの自信。あああ、普通に殴りに行けんか。おお、ご主人様に何してるんですか。うわうわ一撃。ずれやな。ずれやな。えぐ。絶対やんない俺。ドワーフは喜びに飛び跳ね、気がつくと咳払いをするって。ドワーフ同士で通じてるからここ。こいつ。彼はあなたに向かってお辞儀をする。ああまあまあそんなかしこまんなくていいから。そんなのに。素晴らしい旦那、本当に素晴らしい。選ばれし者の精神はまだ板についてないが、近づいてきてね。そいつはあんたの意を知っている、その輝きを感じるぞ。外骨じゃねえかよ。ほんとクソだぜ。あ、鍵くれたよ。お宝に連れてってくれる。王者だけが。その旅から生還できるのだ。機関車。そうなんか。機関車。おー、6900。おー、すごいじゃん。イエーイ。あ、さすがに。やめろ、何してる。なんかあんのかなって思ってさ、あそこ。報酬がやってまいりました。報酬の時間が、はい、の時間。神秘的な手袋、はい、物理9、魔法37。まあまあこれはなかったことにしましょう、はい、レンジャーの靴。レンジャーの靴。23物理防御、16魔法防御で、隠密1、回避3、はあ、ねえこんなにも微妙な組み合わせはないかもしれないね。このスパイダーの足。アミュレットぐらいかな。ちょっとどれもそんなに、どれもそんなにだったらもう金額だけ見て決めるね。そうね、それ重要。あ、そうね、うん、あ、もう金額的に言ってもこのやばいわ。エピック愛着の条件。エピック愛着の条件どれ。ちょっと見るだけ見る。何。アミュレットどうぞ。これか。愛着条件風術上がるよ。父風術統率力。まあ微妙、うん、まあ確かに、うん、うん、微妙。これちょっと結構微妙だけどね。ドリフトウッド闘技場王者の鍵。これはどこです。これで開けたらあっちの木ついてるやつじゃない。こっちこっちこっち。っていうかさ、あの下のさ、ボイドウォー君の死体から剥ぎ取りたいんだけど、ね、なんかあんのかなと思っちゃうんだけど、まあ何もないんだろうね。ここ、あはん、ロックされてる。開けるよ。開けろ。入った。入ったの。おう、おう、ん、おお。あ、じゃあこれ入り口が続いてんじゃないの。動かない。立ち入り禁止だ。動かない。壊す。え、いや、そんなことしない。いける。私と猫ならね。私の猫なら。いや、この奥やばいぞ。え、死の霧じゃねえこれ。うん、死んだぞ、一瞬で死んだぞ、うちの猫ちゃんが。お、死の霧といえば、お父ちゃんの出番じゃないか。いや、死んの…あ、いや、スチームか。スチームで、ちょ、一回飛びよう。これ死んだら、助けてよ。いや、無理今のところは…え、なんで猫ちゃん死んだの、私。スロー。あ、痛いね。うん、だよね。スチームが痛い。その上に行くと、なんかポンプみたいなのがあって、これ止められそうだね。まあまあまあ、開けてくれ。ここにバルブがあるから。はいはいはい。ここに。はい。
ここ、あ、サビ、あ、あ、痛い、なんだ、あ、あ、やばい、あー、咳かしてる、あの人、あ、これにやられたんだ、何あれ、ゆうこがない、何これ、何やってんの、骨になっちゃった骨になっちゃったじゃないよ、なっちゃった何なのよ、何してんの、あ、こっち来たら、誰か、うわ、店に、それはもうそこ破壊しろ、その扉はもう攻撃で、588だぞお前、まあ簡単だろお前、火力出せ、火力、火力でだから俺に火力を求めんなって、なんだここ、王者が粉々になってしまったぞお前あのドワーフ何してくれとっちゃう、ほら、ふんぬん書いてといたから、ふんぬんで火力上がってんだろ、あー、上がってる、上がってる、気をつけてね、あのシチューム当たると本当に砕けるから、人に当てられるよ、この辺のなんか、あと、あの、あれ、死の霧なのか分かんない、まあ、あれ、石化するから当たると、死の霧は多分緑色の煙だから、そうそうそう、この辺のはもう全部綺麗にしちゃうね、窒息したよ、おお、なんか何、この、このあれで、ありがとう、べちゃべちゃになる床が、オイルが噴き出してる、オイルっぽいね、高温のオイルみたいな、マジやばかったわ。とりあえずもう別にそれこ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 れどれ、このバルブ。ああ上行ってってこと？本当に大丈夫？おついさんが言うんじゃないですか。全部をまとって。全部をまとって？うん。防御力高めで行けばいい。ああはいはいはい。あとほら、ね、多少筋肉あるのあの人しかいないから。錆びてるからさ開けられなかったのよ。あのバルブだね多分飛んでいって。あで横のはしごから上がんのか。本当は多分まずこっちのバルブ閉めてとかそんな感じなんだろうけど。あ、どうなんだろうね。あ、どう？あ、魔法、魔法、これ魔法です。魔法です。あ、まあ大丈夫だけどなんとか今。ファーストエイドしてあげる。さすがに。あれ届かねえ。あーもう戻った戻った戻った。あぶねえシールだ。あぶー。こわ。急いで急いでそいつ回して。タイミング見てタイミングタイミングね、オッケー、ナイス、あ、全部止まったね、あ、魔法仏棒じゃない、魔法、素晴らしいね、あ、どの道、君じゃないと無理、ここちょっと全部綺麗にする、綺麗にしよう、綺麗にしよう、魔法をあげるのってマジックシールついてるか、はい、綺麗、まだスローが手前ね、水術1、それはアンジェル攻撃、おお、宝じゃないこれ、いいとこあるよ、開ける、おお、開けんの早えよお前、そういうの見せろよそういうの見せろよ次、右空になってんじゃんか、撃てんなよ右のやつどうぞ、視聴者、選ばれし者の鍵って書いてある、なんだこれ、選ばれし者の鍵、お前もらった鍵じゃないの、ペアとなるジョーはとても必要なものを守ってるに違いないって書いてある、ドリフト、どのもう一個宝箱あったね、なんか開けた、ルーンチューって書いてある、宝箱もう一個ある、ガーベージ宝箱もう一個ある、二つしかないよ、いや、うん、二つしかない、ででこれだけなの本当に、なんかあの、まあ、このさらなる鍵で多分何かがあるんだと思うんだよね、どうだが、わあすごいじゃん、あー強っ、これは強いね、ついてるよ、ホッカムのカミソリ、初期スノーダメージが高い、これか、財宝置き場に奇妙な見た目の鍵があった、奇妙な見た目の鍵を女王を見つけた時に役に立つだろう、またなんかあんだって、ここはもうこれしかない、ここはもうないね多分、へえ、すげえとこだった、ベルト物理防御27、光線行動優先度2、回避率3、ジヒトは僕のバックからアイリス7のものを持ってるんで、おほ、じゃあ、いやー恐ろしい、槍の強いのが欲しい、このボイドウォークンっていうのを使用したら下に行けんじゃない、やってみて、さっき俺無理だったけど、何だった、あ、何も下は飛べません、使えないっすね、俺が話しかければ、あ、どうぞどうぞっつって言って下下ろしてくれんじゃない、どんだけだよダメだ、もう横にずっと粉あるの
何気からが消し済みかな。しょうがねえだろうが。なんて恐ろしい。見つかっちゃったんだからよ。盗品はダメもう本当。まあいいんじゃないですか。はい。じゃああのチャンピオンからですっときゃよかったね、いろいろ。そうだね。まさか粉みじんになって。ああそうだね。あれ戦闘中って死んじゃうと思わなかった。あれだっけ、調べられるんだっけ敵の。もちろん調べられる。隠れてれば。ああそうか。調べるのは一応調べられる。船に戻っときますか一応。はい。そうします。あそうか、レベル上がったから売ってるものが変わったかも。そうだね。まあ、広場行ったらそうでしょうし、はい、まあ船であのもう一回ゆっくり振り分けたい人もいるのかなと思って。主にお前じゃないの。いや俺はもう完璧です。ああそうですか、完璧ですか。ああそうですか。もう今召喚14まで行ったんで 140% 召喚者たちは威力が上がる。すごいね、すげえな。現に兄者亡くなると160ダメージ入ってました。おかしかったあのダメージ。おいって思った。はいはい、というわけで今回はここまで。はい、いやなかなかね、闘技場熱かったじゃないですか。熱かったね。レベルは上がりました。毎回あのなんかこう突然始まって消しに潰されるのも本当に面白いんだけど。いや、あそこでこう行くって言わないのかなと思ったら行くんだ。で、おついちがそっと辞退するの。いや、そりゃそうだよ。なんで毎回辞退してんだよ。僕は遠慮させてもらえましいだろ。だってもう前回の見てもうこのまま始まるのが分かってるからもうそりゃいかねえよっていう変なとこだけ覚えてるよね、君。はい、というわけで今回はここまで。次回もお楽しみに。またな。またな。またね。